サイ？何者だ？平安の都で王君に囲碁を教えておりました。毎日毎日、来る日も来る日も囲碁を打っていた私はとても幸せでした。しかし、私以外にもう一人王君の指南役がおりました。ある日、彼が王君に進言したのです。指南役は一人で十分、対局にて雌雄を決し、勝者のみをお召しくださいと。それで戦ったんだろ？どっちが勝ったのさ？盤面互角で対局は進み、皆の視線が注がれる中で、私だけがそれを目にしたのは本当に偶然でした。彼の苔の中に白石が混じっていたのです。それをあの者は一瞬の隙をついて自分の上げ浜にしたのです。ズルしたんだ。私が声を上げようとしたとき、そなた、今。おい、貴様、今ゴケに混じっていた黒石を自分の上げ浜にしたな。な、何を言う。それは今そなたがしたことではないか。これはなんとつまらぬ言い訳を。皆の目が盤上に注がれているのを良いことに、ゴケに混じっていた私の石を上げ浜にしたではないか。そなたこそいい加減な。見苦しいぞ、静まれ。そのような下びた行為が世の前で行われたなどと考えたくもないわ。続けるがよい。私は負けました。